ニーモプタリデーナマプテラ SP アミメカゲロウメは昆虫交有シアズナの目の一つ。脈し目とも言う。脈し上目とすることもある。その場合、アミメカゲロウメはその中の一目の木目になる。しかし、ここでは抗議のアミメカゲロウメについて述べる。完全変態で肉食のものが多い。細長い体に大きな柔らかい羽を持ち、不足はあまり発達しない。 トンボやカゲーロウに似ていることからその名を持つものが多いが、これら原始的な不完全変態の昆虫とは、系統的には大きく異なる。咀嚼具知識で、通常触覚は糸状、または樹頭状である。体はトンボのような構造をとるものが多いが、ヒメカゲロウのように胸部が大きいものもある。侵脈は網目状の構造をとることもある。 外部生殖器が発達しているものもしばしば見られる。腹部は全ての種で重関節からなり、主に円筒形である。多くの種で前肢と後肢が同型、または前肢の方が大きい。トンボやカゲロウとは異なり、羽を前後重ねて背面に、屋根状に畳むことができる。卵は多様な構造をとり、草カゲロウやカマキリも土器などでは長い糸状の柄の上に卵を付着させ、 ウレークモリカと呼ばれる。幼虫は陸性のものが多いが、淡水産のものもある。形状はシミに似ており、全体に柔らかな体をしている。胸部には三体の不足があり、腹部末端に吸着器を持って運動に寄与するものもあるが、腹部には不足はない。水性のものには気管差異がある。多くは肉食性で、 薄葉ロウの幼虫あり地獄などは発達した体細で小昆虫などを捕らえ、詳細で体液を吸う。幼化の際は眉を作るものが多い。尻上げ虫目と並び、完全変態を行う昆虫の中では、原始的な特徴を多く残す。さやばね目及び、ねじればね目との共通祖先から進化したと考えられている。抗義の網目ロウ目は3つのグループに分けられる。 それらをアークとするか、目とするか、またそれらより、下の分類には、異論もある。この場合、プラニペニアを目名として、使うより、ニューロプテラを目名として残すことが多い。ありがとうございます。